豊平館、公平館は札幌市中央区中島公園内にある西洋館。1880年、今の大通りに面する位置に高級西洋ホテルとして開拓市が建造した。最初の利用者は明治天皇で以後洋人の宿泊、宿賀会、隠し大会に用いられた。後に公会堂となり、第二次世界大戦中に日本軍、 戦後にアメリカ軍に接収された。1958年に中島公園に移設され、以後は2012年3月まで市営の結婚式場として利用されていい。重要文化財。平面積562.194メートル。運営費は年間約2800万円。豊平館の設計は開拓市工業局営前御用係の足立義行により、工事は 大岡スケモンが受け負った。1879年に建築を始め、翌年11月に完成、12月3日に落成式が催された。完成当時、完全な西洋式のホテルは日本にほとんどなかった。豊平関西署の宿泊客は、明治天皇で札幌行行の時、1881年8月30日から9月2日までの4日間。 安在所に用いた。これによって開拓士は面目を施し、豊平間の格式も上がった。同年11月6日に開拓士は、旅館と料理店の経営を民間に委ねた。しかし、天皇が泊まった2階客室に、他の人を泊めることをはばかり、1階だけを利用させた、ため、ただでさえ少ない客室が、さらに減ることになり、料金も高く、ホテルとしての利用は低調であった。 中央の交換の宿泊のほか、祝賀会や各種式典の場として用いられた。札幌市の発展とともに、式典、大会会場の需要が高まったため、札幌市は1921年に、区内省に願い出て、豊平館を譲り受け、1926年に豊平館の裏に新しい建物を作って連結した。豊平館と新しい建物は、 市の中心部にある公会道として盛んに利用された。昭和初期に明治天皇ゆかりの場所である豊平館は成績とされた。そして1933年に国の史跡に指定された。豊平館は第二次世界大戦中に北部軍に利用され、戦後にアメリカ軍に接収された。後にアメリカ軍が 三越札幌支店を接収すると三越に代わりの店舗として対応された。アメリカ軍が近郊に建設したキャンプクルフォードに移転した1947年に札幌市の元に戻った。以後、新旧の建物は公民館、市民会館として利用された。長久大通公園の東の端にあった豊平館は1957年に 中島公園への移築のため解体された。跡地には新しい市民会館が建てられた。移築の対象は明治時代からの古い建物だけで、翌年に建築当時の姿に近い形で復元された。伊五の豊平館は市営の結婚式場として利用されていた。この館、史跡指定は1948年に解除されたが、1964年に、 明治時代の歴史的建築物として改めて重要文化財に指定された。2012年4月より2016年6月まで耐震補強を含む保存修理工事のため休館していた。工事完了後の利用方法について市は集客交流資源として積極的に活用していく施設としてリニューアルオープンする予定としていた。2016年春に札幌市は 6月20日に再オープンし昼間は観覧施設、夜間は貸し室として使用することを発表した。貸し室の用途には修理工事以前と同様結婚式の使用が認められている。豊平館の基調は米国式だが衣装の細部に和風のモチーフを取り入れている。様々な洋風建築を手掛けた開拓史の後期の建築物として、 西洋建築を消化しきった水準を示す。文明開化期に建てられたアメリカ様式の建物として、また開拓史による建築として、現存するものの中で最も重要な建築物である。地上2階、地下1階の洋風建築で、地下は石像、地上は木像で、資材は札幌近郊から調達された。この時の各階の面積は、 1>, 1階が217坪84、522.06メートル、2階が158坪22、522.06メートル、地階が158坪22、522.06メートル、あった。1階には、正面ロビーを置き、客室4、食堂、ビリヤードが置かれ、背面に突き出たところに、厨房、浴室、便所があった。 1>, 1階ロビーと2階ロビーは2つの階段で通じ、2階には、客室4、宴会場、全室があった。地下にはまた別の厨房が置かれた。食堂、ビリヤード場、宴会場の床は、ダンスパーティーでの利用を想定して、角材を横に並べて、ボルトで閉じ、分厚い板にしたもので支えられた。また、壁の間に土壁を挿入して、防寒を起した。 当初の外観は壁に白を、その他にウルトラマリンブルーを排したものであった。正面玄関には半円形の車寄せを突き出し、その上を柱で支える半円形のバルコニーとした。バルコニーの上に小さなペディメントを設け、ここに掛け魚を排した。全体を洋風で作り上げた豊平館の商店に、こうして和風の衣装が掲げられている。 複雑な装飾はこの中心部に集中し、他はスッキリした線で構成されている。1958年の移築の際に結婚式場としての利用のために内部がいくつか変更された。大きなところでは、地界がコンクリート造りになり、客室の一つが水泉便所に変わり、その他客室、寝室などの部屋の間取りが変わった。 一九時に見つかった特殊な床構造と土壁は再現されなかった。1982年から1986年に創建時の姿に近づける修復がなされた。この時にそれまで他の色に塗られていたウルトラマリンブルーが復活した。2012年から実施された修復工事に際しては一部で建築当時の間取り、ホテルの客室が再現されている。 2016年6月の再オープン時点では以下の内容である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。